チラさん、スパチャありがとうございます。ミュートゲー、どんまいで。いやマジでやった、ほんと終わったわ。じゃあ最後お願いいたします。はい、お願いします。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 確実にミュートします。オッケー、よし、来い。おい、これ以上先輩をかぶせないでくれ。さあ、よろしくお願いします。さあ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 、はい、いくよ。さあ、しっかりといくよ。ここから集中。怖いよ、ビビってるよ、奥。正直すごくビビってる。はいはい、締められて、いけないよん、いけないよん。ふう。さあ、ここ、どうしよっかな。どうしましょう。ほう、リアクター来る。さあさあさあ、まだちょっと序盤動かない。ゆったりと、ゆったりといきます。ほう、ありがとうございます。さあ、落ち着いてカメラ見ようっと。ふいふいふい、締めまくる。締めまくってカメラ見て、ふたばさんが踊ってる。ほう、とりあえず、おお、なるほど。やって、2キロ来てんだけど。2キロ、え。カフェテリアでビエラさんの死体がありました。おそうとしてました、私は。義足さんの死体見た方います？これでも時間的にダブルとかじゃないですかね。あ、そうなんですか。あ、わかんないです。あれ、ごめんなさい。長い間でしたよね。双葉さん、誰が発見したんでしたっけ？ビエラさんです。ビエラさんか。義足さんは？いや、見えてないです、ね。義足さんは誰も見てない。近くにはいるみたいな。カフェテリアのどこら辺でした？押しに行く最中に出たので、もう正確な位置わかんないんですけど。あ、なるほど、なるほど。左上か、真ん中あたりかってことですね。真ん中が近いですね。義足さんの位置が誰か分かってたら結構俺。双葉さん、どっから押し行きました？アドミンからです。アドミンからか。その時だ。義足さんは、リアクターになる前、アドミンあたりいましたよ。ほうほうほう。なんで、義足さんですか？リアクターになる前、行ったかどうかですね。リアクター行ったのが、僕とドズルさんと、アイミンさんやったと思うんですよ。はい、なんで、はいはいはい、僕視点やとあゆみんさん、ドズーさんはかなり白く見えていて、なんでリアクターに来てない人が結構怪しいんじゃないかなと思いますね。リアクターなる前も僕とドズーさんセキュリティ近辺にいて、その後リアクターになって戻ったんで、リアクターになった時アドミンに義足さんいなかったっすけど、僕ずっとアドミンおったんで、あのカードのセキュリティやってたんで、アドミンストレージあたりで見たような気がするぐらいで、確定ではないですけど、リアクターには来てないんで、まあ、どっちにしろ右側で死んでるのは確定かなと思いますね。え、マジっすか？なんか左側で死んでそうな雰囲気あるんですけど、そんなことないですか？ちなみに僕ちなみにセキュリティずっと見てて、はいはいはい、左側結構見てるんですけど、左側に死体はなかったです。で、多分あゆみんさん最後、はい、一緒にいましたよ、なんかいましたよね、左側。そうですね、エレクトリカルぐらいで別れましたけど、はい、最後ドズルさんとエレクトリカルに行ったんです。そうです、サイレクトリカルから来たのは僕見えたんですけど、多分左側にはなかったと思います、死体は。なるほど、マジっすかね。はい、ちょっと僕もう一回押してもいいですか、これ。はい、お願いします。お願いします。はい、ミュートします。ミュートします。もうミュートしますって言わないと怖くて分かんないわ。さあ、これどうだろうな。待って、なんかおっしゃった。閉めてサボ行こっかな。米サボ行きますか。米サボ連打。おー、早っ、間に合わんかった。
ナイスです。はい、ごめんなさい、もう一回双葉さん下位置、誰でしたっけ？カフェテリア、カフェテリア、アドミンから行く最中ですね、押しに行く最中で、アドミン見た時その時2位ついてたと思うんですよ。なんで最後までカフェテリアにいた人が誰かいます？ちょっと一個確認したいことがあって、僕最後最終位置ウェポンでダウンロードやってたんですよ、はいはいはい、通報になった時に。でその下にダウンロードやりながら下に入ってきた人が見えたんですけど、あ、僕ですよ、ウェポンでずっと最後の辺は助けてました。絹川さんか、はい、真ん中ら辺なので、もし、はい、あの左から右に行くと、そうそうそう、行くとしたら通るんですよね。僕目線ちょっとそこで入ってきた人はちょっと怪しいかなと思ったんで、じゃあ絹川の経緯を説明しておくと、はいはい、リアクター、なった、なリアクター直した後、アッパーエンジンカフェテリアで下回りでアドミンに行こうかなと思ってけど、結局ウェポンに行ってるんですよ、下回りで。ほうほう、なんで真ん中ちょうど見えてなかったですね。そうするとでもそれだと絶対光ってるはずですよね、ビエラさんと。下位置はボタンの真ん中あたりですよね。真ん中あたりなので光らないかもしれないです、うん、右から右下なんでちょうど見えてなかったですね。なんかカフェテリアビエラさんとも会ってないですか？ビエラさんとももちろん会ってないですね。ビエラさんってリアクター来てないですよね。ビエラさんはリアクター行ったか行ってないか分かんないですけど、リアクターの終わってから僕カフェテリアの左で一回見てて、はい、あ、なるほど。そこから僕ウェポンに行ってタスクやってて、で多分それについてこようとしたところかな、でキルされてる気がするんですよね。絹川さんと僕ってアッパーエンジンに飛び縮められました、そのリアクターやった後。あ、閉じ込められましたね。多分そこビエラさんいたんですよね。で僕下に降りたんですよ、リアクター側に。はいはい、はい、え、いたっけ。はい、じゃあ左下の方に閉じ込められたん。え、閉じ込められたん。いや、左下にいましたね。いや、でも閉じ込められたって今言ったじゃない。で、ビエラさんと閉じ込められたっけ。もう一回押しましょうか。いや、僕が閉じ込められたのはカフェテリとアッパーエンジの間っすね。これちょっとしたら絹川さんがもう一回押してほしいです。あ、そうですね、一旦もう一回話しましょう。了解です。はい、ミュートします。ミュートします。ミュートします。セキュリティ見えてたから言うかどうかだな。アドミンにちょっと入ってたのは見えましたって、ちょっといつどのタイミングで言うか迷ってる今。変なタイミングで言うとこれ怪しまれちゃうから、ちょっとそれだけ気をつけながらかな。どっかでちょっと救いたいな、絹川さんを。ただ変なタイミングで言うとこれ2ローライン見られちゃうから、ちょっとそこだけかな。コミューサボー、はい、これかな。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。閉じ込められたのはアッパーエンジンとカフェテリアの間で、なんで、はい、そうなると一緒にいたんアユミンさんとビエラさんになるんじゃないかなと今思ってしまったんですけど。そうですね。で、アッパーエンジンからリアクターに降りてドズルさんと交流してるんですよね。で、ビエラさんとは交流しなかったんで、ビエラさんは多分カフェテリア側にいたと予想できてて。ああ、じゃあ。僕が言えるのが、まあ、ビエラさんはアッパーエンジンからカフェテリアに行きましたよって情報ですね。うん、疑い値になるのは双葉さん、絹川さん、アユミンさんの3人ですか？です。あ、けど双葉さんはどっから来たんですか？双葉さんアドミンから上に上がって、アドミン側からその辺にいた人はいないですか？誰かいたような2人ぐらい見てた気がするんですけどね、ちょっと覚えてないです。その2人誰か、僕つられ位置になったんですか？いや、どうだろう、わかんない。リーナさん殺害はちょっとできないですね。ドフルさんとずっとリアクター側にいたので。そうですね。そのカフェ、アドミンあたりにいた2人は誰なんですかね？ん？誰だろう？誰も出ない。誰だろう？ちなみに、それ自体に走ってたと思うんですけど。双葉さんに質問なんですけど、はい、今回ってなんでボタンを押そうとしたんですか？はい、あ、もう、長すぎたのと、あと、アドミン見たら、カフェに、はい、どこだと、もう覚えてないんですけど、もう8ぐらいは見たんですよ。はい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 。なんで押しに行こうと思ったら、死体があった感じです。ははは。カフェは2はありました、ただ間違いなく。なるほどなるほど。僕視点やと、まあ、アイミンさんはリアクターあたりでドズルさんと会ってるなら多分できない、できなくて、うんうんうん、はい、そうなると双葉さんか、うん、ウェポにいたクレイさんか、はいはいはい、あとは今名乗り出てないアドミンあたりにいた人、うん、浮いてるというか喋ってない人誰でしたっけ？ビップさんかな、とダンボールさんか、はい、クレイさんはできない。ヒカクさんか。あ、僕一応左がセキュリティずっと見てました。
プレイさんはなんかビエラさんいたみたいな証言されてましたよね。あれ僕したんですけど、先にウェポンで一人で助けてました。うーん、おー、一旦ミュートします。ミュートします。ミュートします。ふぅ、ちょっとこれ何も言えんわ。とりあえずセキュリティ見てたとしか言えない。左側にいたってことしか。でもな、絹川さんはとりあえずそんなもうサイツリみたいな感じじゃないから、ごめん、ライト打ちます。ここライト打ってさあどういくかだな、これ。まあここダブルはないだろうな、さすがに。閉めてアドミン見に行くか。あそこででもな、キル取ってもな、結局タスクは余裕あるんでじっくり攻めていきたいですね。さあここウェポン1、リアクター1、コミ1、リアクター切るか、ウェポン切るか。ウェポンの人どこ行ったんだろう今。お、コミサボ、クレイさんか。コミサボか。はい、こっち行ってアドミン見ます。さあこっちから、いやいいですね、リアクター寄せたいな。でもリアクター打てないか、さすがにまだ打てない。ほうほうほう、ナビゲ1、シールズ1。ほう、なるほど。殺意高いですね。あれ、クレイさん、クレイさん、僕も今向かおうとしました。はい、あ、はい、あ、さあ向かおうとしたの、ヒカクさん、はい、アドミンに今いて、あ、なんかそうですね、ナビゲットシールズあたりがなんか動かなくて怪しいなと思ってたって感じです、はい、え、リアクターにもついてませんでした今。マジっすか、ちょっと僕右ばっか見てたんで。リアクター誰だろう。ふたばさん、アドミン見てませんでした今。見てました見てました。でも私も右でナビゲーションめちゃくちゃ長いなと思って行こうとしてました。シードと多分最後渡した、多分結構最後アドミンめっちゃいましたよね。4人ぐらいいたから。ここを釣りに間違えるとあれなんで、はい、シールズに死体があったんですか。クレイさんはナビゲーションに死体があって、ナビゲーション、はいはいはい、で、あのコミュニケーションサボの時に多分やられてると思うんですけど、その時はコミュニケーション終わった後すぐ後にナビゲーションに位置ついてて、ウェポンからカフェテリアに向かってくる人がいたんで、その人がやったのかなと思って上通ってナビゲーション行ったらクレイさんが死んでたって感じ、はい、でカフェテリアで黄色とヒカクさんと絹川さんとすれ違ってます、はい、そうですね、カフェテリアで閉じ込められてましたね、はい、そうですね、僕もカフェテリアでタスクやってて閉じ込められてすぐアドミン向かったって感じです僕。なんで2人がどこで合流したのか知りたいですね。コミュニケーションになった時あたりは、僕はメッドベイにいて、その後すぐ治ったんで、すぐ治りましたよね。結構時間ないんで。あ、そうです、2パが治しました。はい、すぐ治ってカフェテリア行ったらそこで閉じ込められたって感じで、ヒカクさんはどっから来たか分かんないです。僕は、カフェテリアにいて、カフェテリアの、タスクをやってる時に絹川さんが左メッドベイ側から来たって感じです。でそこで合流しました。ふたばさんコミュニケーション前どこいました。アドミ見てました。エレクトリカル3ついてましたその時。エレコルカさん、アドミン側から来てるんで、まあ多分ですね。そうですね、ついてますね。うん、ここちらなんか負けですよね。どうだろう。いやなんか動きで言うとヒカックさんっぽいんですけど。いや僕全く行ってないですね右側は本当に。多分それはキヌガさん見てると思うんで。うん。行ってないですねそこに関しては。おお、なるほど。最速で押しましょう。頑張って押しましょう。オッケーです、了解です。ミュートします。ミュートします。さあ行けるかこれ。いや緊張すんなこれ。さあどうしよう、行けるか。ちょっと絹川さんタスク任せよっかな、行けるかな。さあおう、いやこれはもう行くしかないよね。さあここ行けるか、ダブル取れるかな、ダブルいけるか、キヌガさんいける、いけるか。さあ来た、こういけ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 、よっしゃー、よし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 、
いやマジよっしゃー広がったよっしゃーかわいやってたのかありがとうございます絹川さんいやーナイスですマジでナイスですマジでよかった今ヒカクさんに入れたんだけど僕とスタバさんが多分いちいちでヒカクさんに入れちゃったっつごめんなさい迷って間に合わなかったっす危なかったいやー危ねー最初のキルも絹川さんが怪しかったので絹川さんの方がいやもう本当にひたすら怪しかったんですけどなんとか遅延してはいはい、危ねえあれ多分絹川さんあれっすよねあのビエラさんやって右側ウェポンがあそうそうですよそうですよやっぱそうですよね俺クレイさんめっちゃ一生ついていってたのに壁でそう分断されてクレイさん壁側で待ってるかなと思ったらめっちゃどっか行ってるから俺キヌガにやられたんですよめちゃくちゃずっと一緒におったのにごめんなさいめちゃめちゃ上手いけどいやごめんなさい間に合わなかった投票ごめんなさいそうっすねいやマジでキヌガさんが上手すぎてもう何もついていくだけでしたもういやめちゃくちゃ危なかったけどもうひたすらなんとか分散させてましたね。キルタイミングも上手かったっすよいやたまたまっしたねあれは米サボで多分アドミン見えてなかったんでクレイさんやっちゃえみたいな感じでしたあはいはいはいあの証言が結構いい感じに時間を稼がれていや間違いないいやめちゃめちゃそうだった遅い遅い遅いって思いながらむしろ僕結構怪しまれる方には持っていかれそうだったんでちょっと怖かったっすねはいはいはいクレイさん白かったっすよいやなんか絹川さんが会議したら僕に来るかなと思ってたいやそうですね絹川さんの2キルがやばすぎました初手1人で2キルがガンガンマジで助かるあれ初手2キルやったんすか初手2キルですねやばーんだダブルキルっていう作品がめっちゃ怪しいって思っていや僕やっちゃったって思ってトズルさんに続かれたらって俺も最初トズルさん怪しんでてんだ実はあ、そうだよ、どうする逆になんとなく、なんとなく喋り方、喋り方が喋り方スタッカさんが、その、ダブルキレって初手で言って絶対、そういうことかって思って、はいいや、ドズルさんに疲れた瞬間、もう心臓飛び出るかと思いましたよ、ドズルさんえみたいな